こんにちは、93キロ級パワーリフターのハリーです。今回の動画では皆さんにぜひおすすめしたいベンチプレスのですね、補助種目お知らせしていきたいなと思います。この種目ですね、以前より僕の動画を見ている方だとお分かりだと思うんですけども、ある種目をここ数ヶ月内でですね、新しく取り入れて注力しておりました。そして2019年の12月から正月にかけて行った1ヶ月のベンチプレスのサイクルで、その種目5キロ伸ばすことができたんですね。そうしたところ、ベンチプレスのマックスも約5キロ伸ばすことができたんです。僕のトレーニングキャリアとも10年以上ある中で、体重も大きく変動させることなく、ベンチプレスという難しい種目をわずか1ヶ月短期間の間で5キロ増やせたというのは非常に驚異的な出来事かなと思います。なぜ僕が1ヶ月の間でマックスを5キロ伸ばすことができたのか、その補助種目についてですね、ぜひお伝えしていければなと思います。で、その種目というのが足上げナローベンチプレスなんですね。足を床につけずに上げた状態でナローベンチプレスをやるっていう種目なんですけど、これは以前より僕はベンチプレスの補助種目としては一番優れていると皆さんにお伝えさせていただいておりました。なぜ優れているかというとですね、特に僕のベンチプレスの軌道ではまさにそうなんですけど、僕のベンチプレスの動画、シャフトを外して受けた位置からまっすぐ下ろしてまっすぐ上げるっていうシンプルな軌道でベンチプレスを行っております。で、基本的に足上げナローのベンチプレスの軌道も受けた位置からまっすぐ下ろしてまっすぐ上げる、まさに本来のベンチプレスと同じ軌道をしっかり鍛えられるっていうところもですね、魅力の一つではあります。中にはベンチプレス腹側に流して頭側に上げるっていう斜めの軌道を取る方もいらっしゃるんですけど、僕は残念ながらその軌道をマスターすることはもう諦めました。もう僕のセンスでは無理だなと思ったので、もうまっすぐ下ろしてまっすぐ上げるっていうスタンスでやっているんですけども、そのスタンスですね、シンプルであるがゆえに弱点もあるんですね。その弱点というのが、粘った時に逃げ道がないっていうのが非常に大きな弱点になっております。どういうことかというと、まっすぐ下ろしてまっすぐ上げるっていうのはもう軌道が同じなわけなんですね。常にこの軌道で動かさなきゃいけないっていうことなので、粘った時にもその軌道で押し込まなきゃいけないので、逃げ道がないんですね。で、逃げ道、腹側に流すとこれが生まれるんです。この辺から受けて腹側に流して、こう斜めの軌道で上げていくわけなんですけど、斜めの軌道になるとですね、この辺で粘った時に頭側にこうバンザイするかのように軌道を流せるんですね。まっすぐ下ろしてまっすぐ上げると、こう上に流すっていうことができなくなってしまうんですけど、腹側に流すベンチプレスは上側に逃げ道がある。なのでベンチプレスの重力上がりやすいんですね。で、できればこれは技術的にできればマスターした方がいいことではあるんですけど、僕は残念ながら無理だったので、まっすぐ下ろしてまっすぐ上げるという形でやっています。で、それで行くのであれば、やはりその軌道を鍛えていくっていうのが大事なんですけど、それを鍛えるのに足上げナローというのがですね、非常に僕にとっては相性のいい種目でありました。その足上げナローですね、前回僕が11月に1ヶ月間行ったサイクルでは150で7回というのを4回やっていたわけなんですね。つまり8回狙いを4回も失敗しているっていうですね、情けない結果だったんです。僕の足上げナローの8レップの基準値というのは145キロです。それを当然50キロに伸ばしていきたいわけなんですけど、前回ではそれが失敗してしまいました。で、結論から言います。結論から言うと、この後に僕のサイクルの動画を流していくんですけど、ついにその足上げナロー何回も阻まれた150キロ7回というのを突破して8回に到達することができました。そしてさらにその上の155キロ、8回はできなかったんですけど7回に増やすことができました。なので8レップと7レップの基準値を5キロ上乗せすることができたわけなんですね。で、その次とその次、いわゆる2回分のベンチプレスで、なんと連続の自己ベストがですね、出ています。足上げナローではなく、普通のストップベンチプレス。一般的なベンチプレスなんですけど、2回連続で自己ベストが出せています。その足上げナローで結果が出るまでは、正直失敗気味のサイクルだったんですね。なかなか調子が上がってこなかったんですけど、足上げナローがバンと伸びた瞬間、ストップベンチプレスもバンと伸びました。これは非常に素晴らしいことだなと
思いました。ある種目が、ある補助種目が5キロ伸びて同じぐらいベンチプレスが伸びるっていう種目は僕は多分存在しないと思います。例えばショルダープレス、10キロ伸びたからといってベンチプレスが 2.5 キロ伸びるかというと多分伸びないですね。でバーベルカウルをいっぱいやって腕を今より2センチ3センチ太くしてベンチプレスが伸びるかって言われると伸びないですね。なので僕はなんとなく感覚でそれを理解しているので、肩も鍛えなければ腕も鍛えてないので腕はもうほとんど細くなってってしまってるんですけど、ベンチプレスが伸びているのであればまあいいかなという考えのもとでやっているんですけど、足上げナローの場合伸びた分だけストップベンチプレスが伸ばすことができました。これはですね、本当にここまでダイレクトに伸びるのかっていうのはですね、なかなか経験したことがないので非常に感動しました。なので皆さんにですね、ぜひベンチプレス強くしたい方は足上げナロー騙されたと思ってぜひしばらくやってみてください。きっと伸びると思います。特に僕と同じ軌道の方ですね、腹側に流さずまっすぐ下ろす軌道のベンチプレスの方すごいいいと思いますので、ぜひやってみてください。足上げナローベンチプレスの方法なんですけど、以前僕足上げナローの動画を1本出してるんですね。この辺に動画のリンクが出てくると思いますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。なかなか反響があってですね、現時点で2万再生以上してたかなと思います。非常にありがたい限りではあるんですけど、そちらもぜひ見てください。でこちらの動画でも当然ですね復唱していくんですけど、まあ、当時お話ししてない話題も含めてですね、より下げて深く下げてお話ししていきたいなと思うんですけど、大きく分けて足上げナローはですね4種類のやり方があるんですね。4種類のやり方があります。まず一つは足をまっすぐ伸ばした状態で行うベンチプレスですね。で2つ目がその状態であぐらをかくベンチプレス、これが2種類目です。で3種類目が足を浮かせて膝を曲げて足裏を床に向けるような形ですね。これが3種類目で、4種類目は床からは足は浮かすんですけどベンチプレスのシートにはつけるという形、これが大きく分けて4種類のパターンに分類されます。で僕が一番皆さんにおすすめしたい足上げナローのやり方はですね、3種類目のやり方ですね。足を浮かせて膝を曲げて足裏が床に向いている形、これが非常にいいかなと思います。足上げナローはですね、どういうところに魅力があるかというと、当然足を浮かせるので不安定な状態でベンチプレスを行わなければならないので、非常にですね安定感が求められる種目ではあるんですね。で一番安定させるためにはですね、足の裏を意識するというのが非常に大切です。足の裏を床に向けて水平の意識を持って、ここ床だとします、床だとして足裏だとします、水平にするんですよ。床と足裏を水平になってるイメージ、そうすると脳は水平になっている床についているかのような安定感を発揮してくれます。他の足上げナローと比べると明らかにやりやすいです。で足上げナローですね、ぐらついている中で出力させるよりも足を浮かせた状態でいかにバシッと固定するか、その中で鍛えていくっていうのが大事なんですね。なのでグラングランやってる状態で上げることには大して意味がないですね。いち早く体の足を浮かせている状態で体がぶれない位置でそこで出力を出していくっていうのが非常にベンチプレスにおいては大切、ベンチプレスに生かすためには大切なやり方ではあります。それが一番しやすいのは膝を曲げて足裏が床に向いているっていうベンチプレスが一番やりやすいかなと思います。これは先ほどリンクが出てきた動画の方でも話しているので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。足を伸ばすであったりあぐらのベンチプレスはですね、バリエーション的な種目になるので、ちょっとこう初心者中級者はまだそこにはいかない方がいいかなと思います。まずしっかり足裏と床の意識水平に保つという意識を持って体を足を浮かせているのにバシッと安定させた状態でベンチプレスができる、この技術をまずですね身につけていただくのがいいかなと思います。そしてやってはいけない足上げナローはですね、先ほどお伝えした4種類目、足は床から浮かすけどシートにはつけるっていう、これですね結果から言うともう意味がないですよね。足上げの意味がない形
になります。シートにつけているということはそこからの出力が当然担保されるわけなので、全く意味がない、やる意味がないので、極端なことを言うとですね、もう見栄を張っているに過ぎない形になります。足上げにしているけど重量が扱いたいという見栄でしかないかなと思いますので、しっかり足は浮かせるというのが非常に大切です。でこの後ですね、早速ベンチプレスのサイクル振り返っていきたいなと思います。そちらもぜひご覧いただければなと思います。終わったらまた振り返っていきたいなと思いますので、それではベンチプレスのサイクルぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それではベンチプレスサイクルの動画を解説していきたいなと思います。僕の動画は普段見てくださっている方ならお分かりかなと思うんですけど、普段ですねゆっくり実況という形を使って解説させていただいてるんですけど、非常にあれ作業時間がかかるので、今回はちょっと僕の方でですね解説させていただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。いやいや、それはダメですよハリーさん。ゆっくり実況とトレーニング動画の組み合わせを楽しんでくださっている視聴者の方々に対してこの変更は混乱を招くことになりますよ。ゆっくり実況でトレーニング解説している動画は他に一切ないんですから、そこのアイデンティティはしっかり守っていきましょうよ。うん、それもねもちろんわかるんだよ君の言ってることも。でもねゆっくり実況って本当に作るのが大変なんだよ。君の言っている言葉を頭の中で考えて、それを入力ソフトに打ち込んで、その言葉が間違っていないか何度も何度も再生して、それを動画に貼り付けるっていう膨大な作業時間がかかって、僕はもう非常に疲れてしまったんだよ。最近動画の投稿頻度も最低でも週1回はキープをしているから、君のそのねゆっくり実況をあてがうっていうのもねなかなか大変になってきちゃったんだよ。その作業もしっかりこなすのがゆっくり実況者たるのもだと思いますよ。きっと私の声がないとハリーさんのトレーニング動画なんてコメント欄が炎上するに決まってますよ。ハリーさんは最近トーク系の動画をバンバン出しているんですから、トレーニング動画までハリーさんが出てきたら主張が激しいと思われてもきっとおかしくないです。はい、それでは茶番はこの辺りにして、トレーニング動画サイクルのですね解説をやっていきたいなと思います。今回の動画は今まで5レップのサイクルで組んでいたのを出力系の評価をしていこうかなと思ったので、メインの設定は3レップにしております。で足上げなども今まで8レップだったのを今回5レップといった形で進行しております。で現在デイ7185ですね。このサイクルは140キロからスタートして、140、150、160、170、175、180、現在185といった形でですね、最初は10キロ、そして今5キロ刻みといった形で進行しております。目標の方は3レップ、190キロ止めで3回というのが目標値です。これはなんでこの基準にしているかというと、僕が前回のサイクルで190で3レップ狙い失敗しているというところからこの重量の設定になっております。コメント欄が荒れても私は知らないですからね。それでハリーさんがすでに解説した通り、今回のベンチプレスサイクルの基本は3レップのストップベンチプレスサイクルとなります。まず今回サイクル1度目のチャレンジとなる190キロ3レップ狙いは失敗。そして2019年大晦日に毎年恒例のパワエリジム合同練習で2度目の挑戦が、これもダメ。ハリーさん、このサイクルはもう失敗なんじゃないですか？もちろん2回連続で設定重量を失敗した場合、スクワットとデッドリフトにおいてはまずその後の展開はありえないと思うんだけど、ベンチプレスにおいては実はまだ可能性が若干残されているっていうのが正直なところで、実はこの190キロ3回を失敗した後、ついに足上げナローの自己ベストを達成することができたわけなんだよ。足上げナロー今まで何回やっても150キロ8回できなかったのが、ついに150キロ8回回の自己ベスト達成。そしてここを機に、ここからハリーさんの躍進が始まるというところをぜひ今後の動画で見ていただきたいなと思います。足上げナローといえばハリーさんが最重要種目に据えているあれですよね。前回のサイクルでは1回のサイクルで4回も挑戦したにもかかわらず、全て150キロ7回しかできなかったハリーさんがついにその壁を破り150キロ8レップに到達するんですね。なかなかやるじゃないですか。何か新しい取り組みはあったんですか？やはり新しい取り組みとしては、今までベンチプレスのメインだと5レップだったのを3レップにしたり、足上げナローだと8レップがメインだったのを
5レップに重量を重くしてレップ数を減らしてみたり、そういった神経系に対する取り組みが見事に噛み合って、いざサイクル後半5レップではなく8レップに変えてみたところ、当時できなかった出力というのが出てきて、うまく成功に結びついたんじゃないかなと思っているんだよ。そしていよいよサイクルも残り2回、今回デイ10ですね。ストップで 197.5、 なんとこれ2回できました。僕の前回の動画だと 195.5 で2回というのが自己ベスト、達成することができましたが、今回それを 197.5 に見事に伸ばすことができました。これも一人に足上げナローが伸びたから、僕はこのストップもできたんじゃないかなと本気で思っています。なので皆さんにはぜひ記録を伸ばしたかったら足上げナローをですね、ぜひやってみていただくのは本当にいいんじゃないかなと思います。僕の変わったことといったら、足上げナローの記録が伸びた、ただその一つぐらいなんですよね。まあ、先ほどお話しした通りレップ数も変えたっていうのもあるんですけど、足上げナローのこの記録の伸びがなければベンチプレスの記録向上することがなかったんじゃないかなと思います。今193回も達成しましたけど、これはサイクルの目標達成なので良かったなというところでございます。ハリーさん、サイクル目標達成おめでとうございます。サイクル終盤で一気に立て直しましたね。そして最終週のデイ11、さらに2レップの記録更新を狙った200キロ2回、止めはまあお察しレベルですが、無事に成功することができました。このサイクルでは足上げナローで5キロ記録が伸びましたが、2レップのストップベンチプレスのベストも約5キロ伸びた形になるんですね。そして最終セットでは一度も上げたことがない210キロに挑戦。これは残念ながら右側の遅れが致命的となり失敗。ただ非常に収穫のあるサイクルとすることができましたので、きっとハリーさんも喜んでいることでしょう。といった形でベンチプレスのサイクルお送りさせていただきました。足上げナローが5キロ伸びた瞬間、一気にストップベンチプレスの重量が伸びました。僕の今までの記録を振り返っていきたいなと思うんですけど、まずストップの2レップはですね、 195.5kg 2レップというのが自己ベストでした。前回サイクルでこれを行っているんですけど、それが足上げナローが伸びた瞬間 197.5kg 2回になって、さらにその次ついに200キロ止めで2回というのがですね、達成することができました。200キロ2回をできるなんて僕は思っていなかったので、非常にびっくりしました。なんで記録が伸びたんだろう、これはもう足上げナローしかないなとですね思いました。なぜかというと、僕のサイクル足上げナローしか伸びてなかったんですよね。特別他の種目もやっていたわけじゃないです。3投をディップスとかで強化してた、プレスダウンで強化してた、バックプレスで肩を強化してた、そういうの一切やっていなかったです。そうすると思い当たる節はもう足上げナローしかないなという形です。なかなか8レップで結果が出ていなかったので、まあ最初から中盤にかけて5レップのですね、ちょっと重めの重量で刺激を入れてですね、で最終的に最後の方8レップでいけそうな形になってたので、年末年始のパワーリジム合同練習ですね、大晦日にやったんですけど、そこでいけそうだったのでチャレンジしたら見事に結構軽く上がったというところでございました。非常にこのパワーリジム合同練習というのはですね、自分の中でも自己ベストが出やすい環境ではあるので、まあ、そういったモチベーション的なものも当然あったとは思うんですけど、まあ、とにかく158回の足上げなどをですね、自己ベスト5キロ更新ということができました。そしてこのサイクルの当初のテーマは止めの3レップのサイクルだったんですね。止めの3レップは190で3回というのを目標にしていました。以前190で止め3回狙った時はあとちょっとのところでフィニッシュできず 2.8 レップぐらいのところで終わったので、そこをしっかり3に乗せようという形でやってたんですけど、足上げが伸びるまでは192.2といった形で、あ、このサイクル失敗かなっていう形で結構この暗雲立ち込めていたんですけども、足上げナローが伸びた瞬間ですね、190の止めというのも3回見事に成功いたしました。細かく言うと
200キロ2回、193回というのは当然試合レベルの精度でできたわけではないので、この自分の都合のいい形での結果なので、まあ、それは置いておいて、とりあえず一旦練習での自己ベストという形でした。やはりですね、足上げなろうが良かったんじゃないかなという形で僕は考えておりますので、この感動を皆さんに今回お伝えしたいなと思って、このような動画を撮らせていただいております。ベンチプレスを強くするためにいろんな種目やる人いるんですよ。腕鍛えた、肩鍛えたりとか、プレスダウンやったりとかですね、結構ですね、補助種目やりすぎるとやっぱりベンチプレスにとって悪影響が出てしまったりするんですね。なので自分の相性のいい種目を、補助種目を伸ばしていくというですね、やり方が重量を伸ばしていくためにはいいのかなと思います。僕はそのために二頭はもう完全に捨ててます。肩も完全に捨ててます。肩の筋力って非常に弱いです。体重からすると非常に弱いです。おそらくスタンディングのバーベルのバックプレスでできてもせいぜい70キロで10回ぐらいなんですね。これはもうかれこれ8年ぐらい多分変わってないと思います。肩は僕は正直ベンチプレスの重量だけを考えるのであればあんまり鍛えなくていいかなっていう考え方をしてるんですね。で、2頭もまあ3頭のバランスを取るために最低限ちょっとしか鍛えないんですけど、やっぱりですね、ベンチプレスを伸ばしていくには3頭の強化っていうのは非常に大事かなと思いますので、その辺の補助種目はぜひ皆さんに注力していただきたいなと思います。ただ二頭と肩に関してはちょっと減らしていくっていうのが、まあバランスが取れる構成、メニュー構成なんじゃないかなと思います。といった形でですね、今回の動画はこの辺で終わりにさせていただきたいなと思います。僕の動画はこういったお役立ち情報であったり、サイクルの動画、大会の動画、トーク動画とかですね、いろいろ出しておりますので、面白いなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録もお願いできればなと思います。そして僕がノートの方で公開しているベンチプレスが絶対に強くなるパーフェクトバイブル、リンクも貼っております。概要欄にありますので、ぜひ興味ある方そちらも見てみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。